こんにちは。インターネットでアクセスを集めるためにいろんな方法があると思いますけども、私は実はね、Google マップの口コミというのも利用してるんですよ。こちらの方はね、ローカルガイドという称号が与えられるんですけども、全部で10の位まであるんですよね。で、私は今、ローカルガイド、ナンバー8なんですよ。で、もうすぐ9になるんですよ。つまり、もうすぐ満タンなんですよね。Google マップのローカルガイドのトップに君臨するんですよ。このトップ10っていうのは、レベル10っていうのは、日本に20人ぐらいしかいないと言われてますんでね、頂点に立つことがついにできるかなと思っております。まあでもね、長い間やりましたね。何年やったかな？やっぱり7年ぐらいやったと思うんですけども、とにかくあっちこっちに行くたんびに写真を投稿して、時には30枚、40枚の投稿したり、1日に200枚、300枚の投稿しました。そして記事もしっかり書きました。で、今回ですね、私の書いた記事が役に立ったというふうに Google で評価されてますので、そちらの方をちょっと紹介したいと思います。こちらです。はい。私のね、口コミがね、300人の方に評価されてるってことなんですよ。で、まず見てみましょうか。大阪のワールドスクエアってところがありますよね。大阪じゃないな。これ、日光ですね。で、これが今年の4月9日に、書かれているんですけども、まあ、評価を受けてるんですよね。これ300人の方がね、この私の口コミが役に立ったというふうに評価してくださってます。で、次なんですけども、口コミの評価数が24。で、合計で315。これ1週間の実績です。ちょっと数字の意味わかんないかもしれないですけどね。で、写真の閲覧回数なんですけども、この1週間で、93,900回私見られてるんですよ。おおよそ10万回、私の投稿した写真が10万人の目に触れてるってことですよね。10万人ですよ。結構すごくないですか？ね。で、その下に、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万と書いてますけども、私の投稿した動画が1613ですか。1600万、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万ですよね。1600万件見られてるんですね。全部で。すいません。前後しちゃって。今週のその他の実績ですけども、高評価2件いただいてます。フレッシュマート、哲也っていうね。本当にね、旅の途中で寄った田舎スーパーと言ったら失礼かもしれませんけども、結構閲覧されてます。地域の方が見てくださったんでしょうね。で、ハウスゾンネンシャイン音楽堂というね、アンジーさんのとこですけども、こちらも見ていただいてますね。オルガンとか、こう室内のものですね。はい。で、おもちゃ王国、これ先日行ったんですけども、むちゃくちゃ見られてます。ね、3月に行ったおもちゃ王国、もう46,000、9,800、9,003ということで、ヤマトくんがね、目立ってますね。はい。いやー、そういう感じでね、いろいろと見られてますね。ありがたいことでございます。それから、あ、これ4万件見られてますね。ラーメン屋、中華そば、奇襲屋、1万件。唐揚げさんが1万件。お蕎麦屋さん、経山荘が9000件で、このね、中華そばのお店も9000件ですね。はい。まだまだありますよ。私の投稿。かなり見られてますね。これからもね、本当にいろんな口コミ書いてアクセスを集めていこうかと思います。まあ、ローカルガイドの10にもうすぐなりますんで、本当に私もね、よくやったなと思います。で、こういった口コミから私の YouTube なりブログの方に来ていただいてるっていうところもあるんですね。まあ、ですんで、インターネットにログを残すって非常に可能性が広がることなんですね。はい、Google マップの使い方に関しましては、またね、説明の機会を設けますので、今日は、あ、Google マップって投稿することもできるんだ、と思っていただければ幸いでございます。それではありがとうございました。